まい。ティラミス食べてます。すいません。ああ、うまい。今日は、この後ですね、ちょっと次の仕事の打ち合わせに行ってきます。食べました。これファミリーマートですね。ファミリーマートのふわとろティラミス。見えない。もういいか。もう一個買ってます。メルティーショコラ、ケンズカフェ監修です。間違いなくうまいガトーショコラですよね。ケンズカフェといえばガトーショコラ。これいくらだ。248円。いっちゃおう。ちょっとまだ時間あるし、今4時38分でございます。5時から打ち合わせでございます。ちょっとね、こんな日があってもいいじゃないかと思っていますよ。うん、大丈夫大丈夫大丈夫ですよ。大丈夫。あー、ブラックコーヒーに合うね。ブラックコーヒー、シゲルはジョージア。さあケンズカフェ。さあ今日はね、このちょっとガトーショコラを食べながら行きますけど、勝手に開いた。今日は4月の14日水曜日ね。今日は私はお休み、お休みです。お休み、無職だけどこれはお休みです。お休み中なのでちょっとねゆっくりさせてもらいました。あれ、ガトーショコラじゃない。ガトーショコラじゃない。これガルトショコラじゃないよね。メルティショコラって書いてある。いや、メルティショコラを知らない。このちょっとトロッと感、噛む必要はないです。クリーム、チョコクリームみたいな、こういうものだと思知ってて食べるなら美味しいです。ガトーショコラだと思って食べたらびっくりしました。甘い。まあまあ、ガトーショコラではないです。完全に まだどっちかといえばもうティラミス寄りかもしれないです。これはもうコーヒーがないと無理だ。さあファミリーマートでね買ってきました。なんか700円以上買ったので、こういった一番くじみたいなのもありました。適当に2枚選んでくださいと言われまして、2枚選びました。そしたら1枚当たってました。当たった、嬉しい。こちらが当たりました。ででーん、雪印ね、メグミルクの飲むヨーグルトが当たりました。ちょっと引き換えずに持って帰ってきちゃいましたけど、また後日ね引き換えます。いや、しかしね、今日もいい天気で、ただ風が強いですね。本当に大丈夫ですか。皆さん飛ばされてないですか。大丈夫ですね。大丈夫ですか。大丈夫ならいいんです。よし、甘いな。好きは好きだけどな、甘いな。喫茶店にこれがあったら食べるな。注文しちゃう。さあちょっとこの後ね、仕事の内容が詳しく分かると思うんですけども、ただまあ皆様にお伝えできるかどうかは分かりません。なので、打ち合わせ終わった後の動画というのは特に今日は撮りません。ここで終了いたします。
さあ水曜日、本当に皆さんお疲れ様でした。そしてまだこれから仕事という方、頑張ってください。頑張れ働く皆さん、頑張る皆さんを私平山茂が応援しております。そして大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫ですからね、言わせていただきます。ということで、また明日お会いしましょう。平山茂でした。